来て。起きて、弟くん。早く起きないと、お姉ちゃんと遊ぶ時間がなくなっちゃうぞ。なあ、やっとお目覚め。弟くんたらお寝坊さんなんだから。やっぱり毎朝お姉ちゃんが起こしてあげなきゃだね。ここ?見ての通り、海だよ。どうして海にって言いたそうだね。もうひどいな。海で遊ぼうってお姉ちゃんとの約束を忘れちゃったの?したよ。ほんとね、去年の夏の終わりくらいに。え?去年のことなんて覚えてない？悲しいな。お姉ちゃんはしっかり覚えてたのに。弟くんと海に行く日を夢見て、毎日毎日指折り数えて待ってたんだよ。それで待ってるうちに待ちきれなくて、弟くんが寝てる間に連れてきちゃった。うんうん、大事なのはお姉ちゃんと海にいるってことだけ。今日はいっぱい兄弟水入らずで海を満喫しようね。はい、大きくお口を開けて。あー、美味しい?お姉ちゃん特製かき氷クレープ、もっとたくさん食べてね。あ、肩もキーンってしちゃった。じゃあなでなでしてあげるね。海で泳いで砂浜をかけっこして、美味しいものを食べて、やっぱり海は楽しいね。もちろん弟くんと一緒だから楽しいんだけど、君はどう？ねえ、次何する？あー、弟くんってば、目の前にお姉ちゃんがいるのに他の女の子を見てたね。もう男の子だな。女の子に興味津々って感じ。お姉ちゃん心が分かってないんだから。あ、そうだ。そうだね。弟くんもそろそろ女の子との接し方を覚えるべきかもね。そうだよ。今のところ弟くんは全くもって女の子の心が分かっていません。そんなんじゃ運命の人を見つけた時しっかりと捕まえられないよ。ね。だからお姉ちゃんが教えてあげる。名付けて、お姉ちゃん直伝海のエスコート術だよ。まず最初に覚えなきゃいけないのは声のかけ方。さあ弟くん、お姉ちゃんをその辺りにいる普通の女の子だと思って声をかけてみて。なになに、呼んだかな弟くん。お姉ちゃんになんのよって。ダメだよ弟くん、それは反則。これはなかなか苦戦しそうだね。まあ挨拶はいいや。大事なのはどうやって気を引くかだもんね。というわけで弟くん、次はお姉ちゃんを褒めてみて。女の子は褒め言葉に敏感なんだよ。うまく私を喜ばせられるかな。キュン。あ、弟くんったら急にそんな。でもダメだったら、お姉ちゃん心を刺激するのは反則。褒めるのもちょっとだね。こうなったら行動で示すしかないね。弟くんのかっこいい決めポーズで女の子のハートを痛めちゃえ。何か欲しいものあるの？仕方ないな、お姉ちゃんのお小遣いをあげるね。はあ、今のは弟くんがよくする禁断のおねだりポーズ。はあ、弟くんにはまだ早かったかな。そうだね、弟くんは可愛くてかっこいいし、真面目な顔で迫るだけでいいんじゃないかな。シンプルだけど多分どんな女の子もハートを射抜かれちゃうわ。なんか喉渇いてきちゃったね。私飲み物買ってくるからちょっとだけ待っててね。
チャンスなのかな。運命の人を見つける。頑張れ弟くん、さっき教えたことを生かすチャンスだよ。私も一人なんだよね。どう？私の水着姿似たくない？私の弟くんに慣れ慣れしく触ったりして。我慢我慢。ねえ、いいでしょ、一緒に行きましょう。なんだか胸がキュってする。どうしたんだろう。どうしたのよ、さっきからキョロキョロして。あ、ちょっとどこ行くのよ。え、弟くん。どうしたの弟くん、これって私が言った。でもそれをするのは私にじゃなくて運命の人に。相手がいたんじゃない。もう見せつけてくれちゃって、うらやましい。弟くんどうしたの、なかなか戻ってこないから心配した。あ、そっか、ごめん、ずっと覗いてたから。なんだか胸がキューって、さっきよりも。でも全然苦しくない。ごめんね弟くん、お姉ちゃんなのに心配かけちゃうなんて。でもすっごく嬉しかったよ。それにやっぱりハート射抜かれちゃった。